なんか煽ってるの、アルファードさん。煽るのやめてね。定番の左追い越しですね。もうこれ速度オーバーですよ。私制限速度いっぱいなんで。あ、左追い越しめっちゃ危ないですからね。事故待ったなし。また犯罪級の運転を見ました。白バイ隊員さん、この間動画上げましたけど、白バイ隊員さんいたら絶対やらない運転を、いないと平気でやりますよね。もうああいう車がいるっていうだけで怖くなるわ、本当に。まあ皆さんはああいう今のアルファードのような運転ね、絶対しないでください。まず制限速度を守りましょう。左追い越しも絶対やらないようにしましょう。まあ、危険回避、渋滞回避なんかはもうしょうがないかもしれないですけど、それでも安全な運転をね徹底しないと。左追い越しなんてあんな速度差が生まれる運転絶対やっちゃダメですね。はい、そんな危険を犯してどこにいるか分かりますよね。そこに止まってますよね。何の意味があったんですかと。本当に意味不明な危ない運転絶対やってほしくない、私の周りでは。ということは私はどこでも走ることができるんでね、もう絶対にどこでもやってほしくないってことです。あーやだやだ、もう怖いよ。白バイ隊員さんとかパトカーいなくなった途端にこれですもんね。本当にどうかしてるわ。まあ身内でご家族でああいう方いたらね、本当に心配してあげてくださいね。ハイカーさん、めちゃくちゃ心配してるよと。そんな運転してると加害者になっちゃうよ。優しい気持ちでたしなめてあげてほしいです。どうかご安全に。